ね、皆さん頑張りましょうっていうことでは、もちろんそれはダメで、まあ、例えば10円ポテトを作ったりとか、もう少し安い価格帯のピザを作ったり、まあ、いろんな手を講じて、それで皆さん頑張って本当にやっていきましょうっていう話をさせていただくということなんですけどね。奮起させる言葉もただ頑張れ、頑張ってるよ、頑張ってるけどどうしたらいいんだろうっていう、そうです、じゃなくて具体的に、具体的にこういうことをしていきましょう、ああいうことをしていきましょうって、ぐるっと奮起させる場所になるんだろうね。聞いてらっしゃったわけですよね。どうだった？いや、やはりうちの一つのポイントって何かというと、うん、まあ、二輪車で進んでるというか、やっぱトップが二人いることがもちろん会社の最大のポイントだと思うんですよ。うん、なんで、まあ、もちろん私もやるわけですけど、うん、僕はピザとか食べ物を通じて